ゆるゆりは、名森による、漫画作品。コミックゆりひめ S にてボリューム5より、ボリューム14まで連載された後、コミックゆりひめ S の休館に伴い姉妹誌の、コミックゆりひめに、移籍、同志2011年1月号より連載中。テレビアニメは、第1期が2011年7月から9月まで、第2期が2012年7月から9月まで、 第3期が2015年10月から12月まで、それぞれ放送された。2015年2月には OVA が発売され、そして同年8月、9月には特別編をには、放送した。2018年4月、連載10周年を記念した、新作オリジナルアニメーションの制作決定が、発表された。放送はすべてテレビ、東京系列。アニメ版の詳細は、下記の、 アニメを参照。本校では、スピンオフ作品である、大室や、転生したら明かりだけスライムだった剣についても、記述する。本作は、富山県の私立中学校である七森中の、娯楽部に所属する女子中学生4人と、それを取り巻く、生徒会の女の子や家族が送る、時に笑いあり、時に、ゆりありの、まったりとした日常生活を描く。 個性的な登場人物たちの中にあって、存在感の薄さを理由にいじられる、主人公を据え、軽い同性愛にも見えてしまう女子校の気風の中の、ちょっとした笑いや片思いが連鎖する、人間関係、たまに起こる本気度の高い同性愛感情による、ハプニングなどが、緩やかな空気感の中で扱われている。コミックゆりひ S 連載作品では唯一、連載中の漫画である。 また、コミックゆり姫でも、最長連載記録を継続しているなど、現代のゆり漫画を代表する存在であり、ゆるゆり以前、ゆるゆり以後と言われるほど、後発のゆり漫画に、大きな影響を与えている。2019年9月時点で、累計発行部数は400万部を突破している。コミックゆり姫 S 連載当時、動詞掲載作品の中では、 ゆり色が薄い作品にもかかわらず、当初から読者アンケートではダントツだったという。また、1話12ページながら、一詞で3話から8話、掲載しており、さらには、アニメ化決定後の2011年5月から7月に、かけては、3ヶ月連続で、単行本が刊行された。作中の時間の流れにおいて、登場人物は年を取らず、 次の年になっても進級しないが、出来事は引き継がれる。キャラ、メル・フェブリーにいて、本作と同じく七森中を舞台とする、スピンオフ作品、リセット。が連載されているが、ボリューム4以降、救済中となっている。ニコニコ生が似て2012年7月2日から7月25日にかけて、大室姉妹を中心に据えた、スピンオフ作品。 大室屋が配信されていた。2013年2月18日からは、ニコニコ、ゆりひめで、たま数月18日に配信されていたが、同志が2016年12月号で終了したことに、伴い、連載も一時中断。その後、コミックゆりひめ3月号の付録小冊子で、2017年春より、新ウェブ媒体で、 再開予定という告知がなされ、2017年8月8日より、ピクシーフコミック内、ゆり姫ピクシブにて連載中。月刊コミクレックス2012年9月号から2013年2月号にかけて、カンパチとコラボした、ゆりパチが連載された。2020年4月1日による、ゆりの公式ツイッターから異世界スピンオフ、転生したら明かりだけスライムだった。 県の連載決定の一報が入るが、エイプリルフールのネタだと思われていた。ところが、ゆり姫に2020年6月号にも予告が載り、翌年の2021年2月22日から、本当に水鳥マヤにより、水曜日のシリウスにいて、連載が始まった。作中において、主要登場人物たちが通っている、女子校の七森中学校には、 かつて作動部の部室として使われていた茶室がある。作動部が廃部になった後は娯楽部の部室となり、部員たちが放課後の時間を過ごすために使っている。原作版の部室は原作者であるな。森の実家の座敷をモデルに描かれているが、テレビアニメ版では部室は当社の離れにあり、実際の茶室を参考に描かれた。物語の舞台は作者であるな。 森の出身地、富山県高岡市であると設定されているアニメ化の際に物語の舞台のイメージとして原作者の出身地が上がり、富山の風景をアニメ版の背景描写に反映させることが決まったという。劇中には実在の地名も登場する。原作では通りがかりの駅に JR 高岡駅の表記が見られ、アニメ版では 富山駅北口で待ち合わせて、富山地方鉄道の高速バスに乗り、東京駅に到着する描写がある。また、登場人物たちの住所も高岡市内にあることが、何度か明示されている。町長名や学校名には、七森、八森という架空の地名が用いられている。なお、テレビアニメ第1期、第2期については、地元、富山県内を、 放送対象地域とする、テレビ局及び無料 BS 局では放送されておらず、地元で視聴するにはスカパーに加入するか、ネット配信を利用するしかなかった。しかし、OVA 以降については、チューリップテレビでの放送が実現している。名盛画業15周年記念作品展にて展示された、垂れ幕。赤座明かり。 杉浦綾の、大室花子の3キャラクターが描かれている声は、アニメ版の声優、私立の女子校、娯楽部配部になった、作動部の部室を占拠して活動している集団。部を名乗っているが、申請書を出しておらず、正式な部活動ではない、生徒会娯楽部のライバル、娯楽部に目をつけて、何かとちょっかいを出す一方で、 一緒に遊びに行ったりすることもある。その他の生徒、教師原則として登場人物の両親は顔が描かれない。京子が同人活動の題材にするなど入れ込んでいる作中作の漫画とそれを原作としたアニメ、映画作品。原作者は西京焼蘭子、単行本は期間17巻という設定。なお、ミラクルーンの書出は 名森が差し絵、コミカライズを担当している火力原作によるライトノベル、プイプイ。であり、アニメでは設定協力として火力及び発行元のメディアファクトリーの名がクレジットされている。後に名森によって一話限りの同人誌として発売された。本作はコミックユリ姫 S の編集者のオファーを受けたな、森が引き受ける形で制作された。 名森は、女性同士の関係を描いた、同人作品を発表したことがあり、周囲の友人からもユリを描く人というイメージを持たれていたが、本人は、それが、ユリというジャンルであることを知らず、同士のオファーを受けて、初めてジャンルを意識したとライブドアとのインタビューの中で、振り返っている。最初、編集者からは、少女漫画のような作品を希望する声が寄せられ、 話の流れで、女子中学生を題材にすることになり、さらにその後、箸休めにして、ゆりというジャンルの入り口にするという方針が立てられた。名森は、本作の作風について、カップリングを、カチッと決めずに、読者の皆さんが好きな組み合わせで楽しめるという、イメージは、現在までブレていないと思います。と、ライブドアとのインタビューの中で話している。ナモは、 本作のメインキャラクターを3、4人程度に想定しており、ユイ、きょうあかりの3人のデザインを描いた。初期案においてはき子が主人公として想定されていた。一方、あかりは、現在のき子のように大人びたツッコミ役と想定されており、ユイは不良少女として位置づけられていた。ところが、第1話のネームを制作したところ、 キャラクターの動きが想定していたイメージから乖離したため、あらかじめ細かく設定するのではなく、キャラクターを動かす中で得られたイメージを設定として、用いる方法が取られた。これにより、明かりは、良い子、京子は物語を動かす役、ゆいは、突っ込み役という立ち位置に収まった。その後、担当編集者から、あかりの没個性ぶりを指摘され、 名森はこれを逆手にとって、明かりの影の薄さを個性にすることを思い立った。また、作者の名森は、単行本2巻にて、第5話ぐらいまで京子が主人公だと思っていたと語っており、母親からの電話で、ゆいが主人公と言われたという件を、担当編集者に話したところ、第1話の登場の仕方からして、明かりが主人公ではないかと指摘されて、 初めて明かりが主人公ではないかと気づいたという。名森はライブドアのインタビューの中で、明かりの影の薄さがゆるゆりのゆるを保つ要素だと話しており、そのような意味では明かりが主人公であると述べている。明かりたちの後に4人目の娯楽部員である千夏が生まれ、さらにそこから数を合わせるために、生徒会の人数も4人に設定された。 大室家転生したら明かりだけスライムだった剣アニメ第1期第5話に登場する富山駅。北陸新幹線工事中の仮駅舎であるアニメ第1期第4話や第2期第5話に登場するカズサウシク駅。第1巻が発売した時点で女子校出身のプロデューサーの目に留まり、そのことがアニメ化のきっかけになったというアニメ版のキャスティングは 娯楽部メンバーには新人声優を廃止、生徒会メンバーには人気声優を廃するという方向性で行われた。原作をベースに制作されているが、アニメオリジナルの話や設定もある。1話分の構成は、複数の原作エピソードをつなげた形となっている。原作では、男性教師が登場していた場面をアニメ版では、 女性教師に差し替えるなど、基本的に早くも含めて女性しか登場しない作品として描かれている。制作会社は、第1期と第2期が動画工房で、OVA 第1作特別編、第3期が TYO アニメーションズ、OVA 第2作がレ・ドゥーチェと異なっており、またスタッフも異なっていることもあり、第1.2期と OVA 第1作特別編、 第3期と OVA 第2作とでは、キャラクターデザイン、舞台美術、背景といった作画や、BGM などが異なっている。放送はすべてテレビ、東京系列。ネット配信テレビアニメ本編を収録した、ブルーレイディスクおよび DVD が、第1期、第2期、第3期とも、全6巻で発売されている。第1期端巻には、 完全初回限定特典として、スペシャルサウンド、CD がついているほか、封入特典として、名盛り描き、おろしの漫画を収録した特製ブックレット、娯楽ブ生徒会 ERM、カラーピクチャーレーベルが収録されている。ボックスには、封入特典として、特製ブックレット全部まとめました。ブックレット、娯楽ブ生徒会 ERM、カラーピクチャーレーベルが収録されている。 第2期端巻には、完全初回限定特典として、スペシャル、ナソンド、CD がついているほか、封入特典として、娯楽部生徒会 ERM ジャケット、素敵ピクチャーレーベルが収録されている。ボックスには、封入特典として、名盛り描き、おろしのミニイラストブック、娯楽部生徒会 ERM ジャケット、素敵ピクチャーレーベルが収録されている。第三期短巻には、 完全初回限定特典として、スペシャル、ナスオンド、CD が付いているほか、封入特典として、名森による描きおろし漫画を掲載した、スペシャルブックレットと、スペシャル、ナスオンド、CD が付属する。2014年7月16日に、第1期の BD ボックスが発売され、同年10月15日に、第2期の BD ボックスが発売された。 2018年3月14日には、第3期に加え、OVA と特別編の収録された BD、BOX が発売。スペシャルサウンド CD スペシャル、ナソンド、CD、ゆるゆりなチュやチュミ、のエンディングスタッフロールにて、以下の箇所においてクレジットされている。クレジットにおける、個人名は明記しない。2019年9月25日より、YouTube にて、 ミニアニメ、ミニ、ユリが配信。全4話。ユリゆららららゆるゆり放送室は、ラジオ大阪にて2011年7月1日から2016年6月24日まで放送されたラジオ番組。毎週金曜日22時30分23時放送。全261回。響きラジオステーション及び音泉にて、最新回が1週間配信された。 2011年9月30日配信の第14回まではニコニコチャンネルにて配信されていた。更新は毎週金曜日22時30分。ニコニコ生放送ゆるゆり TV にて第4回から第26回までの偶数回放送分、第82回から第88回までの偶数回放送分において生公開録音が配信されていた。また、 第228回からの偶数回放送分の生、公開録音が配信された。2016年3月27日に発表された、第2回アニラジアワードにて、ベストクリエイティブラジオ企画ラジオ賞を受賞した。レギュラー放送終了後、番組開始6周年にあたる2017年7月1日の17時17時30分に、 ラジオ大阪にて特別番組、ゆりゆららら,らゆるゆり放送室特番だよが、放送された。この特番の完全版が、同年8月に開催される、コミックマーケット92のラジオ、大阪ブースで発売される。ラジオ、ゆりゆららららゆるゆり放送室及びアニメ、ゆるゆり放送10周年、七森中五楽部結成10周年を記念して、 特別番組、ゆりゆららら,らゆるゆり放送室ゆるゆると10周年と、9番が、2021年7月2日に、ラジオ大阪とインターネットネットラジオステーション、オンーズミ放送、配信された。また、上記の特別番組のトークフルサイズバージョンと新規、ドリおろしパートを収録した、ラジオ CD ゆりゆら,らららゆるゆり放送室ゆるゆると10周年と、9番 が2021年10月30日に発売されている。パーソナリティゲスト上記は週替わりで交代する。は番組前半、は番組後半で行われ、その間に番組からのお知らせが入る。その他全体の進行は三上が務める。七森中娯楽部ラジオ CD を参照。娯楽部の担当声優4人が七森中娯楽部としてテレビ、雑誌など、 各メディアに登場している。フィーチャーフォンでも着せ替えテーマなどあるが、スマートフォン用のアプリが充実しておりひまくりカレンダー、毎日ゆるゆり、ボイスアプリ、ゆるゆり目覚ましアプリ、ゆるゆりシェイクユー、ゆるゆりエ、コンテアプリ、カーナビアプリ、メイプレスキャラデナビが発売されたが、現在は、ほとんどが、配信終了している。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できますゆるゆりに関するカテゴリーゆるゆりなちや趣味に関するカテゴリー大室家に関するカテゴリーゆるゆりなちや趣味に関するカテゴリーゆるゆりサインハイに関するカテゴリーゆりゆら,らららゆるゆり放送室に関するカテゴリーミニゆりに関するカテゴリーゆるゆりに関するカテゴリーありがとうございます